アメリカン航空シャトルは、アメリカ合衆国北東部でほぼ1時間おきに、アメリカン航空により運航されている、シャトルビンのブランド名である。ボストンのジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン、国際空港、シカゴのシカゴ・オヘア国際空港、ニューヨークのラガーディア空港、ワシントン DC のロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港間で運航されている。アメリカン航空シャトルは、 1961年にイースタイ航空の子会社であるイースタイ航空シャトルとして設立運航を開始した。1989年ドナルド・トランプが買収しトランプシャトルとなった。1992年4月に経営不振のため US Air に売却され US Air シャトルと名称を改めた。1997年初頭に親会社の US Air が US Airways に改名され、US Airways s h u と変更された。2015年10月17日に、US Airways とアメリカン航空の合併が行われ、運航もアメリカン航空へ移管された。平日は4都市間を1時間に1便の割合で運航している。また、土日の朝夕は通常よりも多い便数を設定している。シャトル便専用のチェックイン施設や、 ターンテーブルなどがあり、すべての瓶で無料のスナックやアルコールの提供もある。アメリカン航空シャトルは、エアバス A319 から100、エンブライル175、エンブライル190、ボーイング737から800で運航されている。ありがとうございます。